ちょっと待って待って。皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。ハッピーライフチャンネルです。はい、今日はお気づきかとは思いますが、はい、私の前髪がちょっと変なんですよ。いや、気づかなかったです。え気づかなかったですけど、え前髪が伸びちゃって。あー、長いね。そう、長いんですよ。ポッチは結構前髪が結構大事なんですけど、前髪系女子だからね、うんうんうん、長いね。伸びてきちゃったので、みちこに今日切ってもらおうと思って。もう邪魔よ、すごい邪魔。私が切る。はい、ということで今日は髪の毛は何もセットせずにここにいるという感じです。私が切るということ。なんか前からなんか前髪にすっごいうるさくて、ポッチの前髪がこうなっててほしい、こうであってほしいみたいなのすごい言う、まあまあまあ言ってくるから、じゃあやってよって。前髪ない人間からするとやっぱ前髪へのこだわりって強いんですよ。なんでなんで逆に。逆にね、逆に。ということで、はい、切りますか。はい、じゃあお願いします。切ればいいんですかね。はい、はい。でハサミがちょっと、こっち普段はいつも自分で前髪を切ってるんですけど、美容室に行くまでの間1回ぐらいかな、美容室と美容室の間。うんうん、そうだね、うん、切るんですけど、ハサミが髪の毛用のハサミ持ってないので、こちらです。普通のハサミで。そうね、普通のハサミ。はい、普通のハサミとゴミ箱。用意するものとか別にいらない。いらないと思うよ。大体わかるし。で、これで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。私さ、髪を切ったこともないし、自分の髪もね。嘘ないし、一回も。もちろん人の髪も切ったことないし、どうなるかわかんない。やばい。やばいかな。失敗したらどうする？殺す。失敗してもいい？いい。まあ、伸びてくるからね、多少はいいけど、本格的なやばいやつはちょっと無理かもしれない。なんか失敗したら、さっき私もパッツンにされるっていう噂を聞いたんですよ、うん、そんなことはない。うん、いや、します。え、どんぐらいがいいかな。え、もう最初から分けるとこからやってもらった方がいいの。わかんない、え、本当にわかんないんだけど、分けるって何？え、何を分ける？違う、前髪の部分とそうじゃない部分。え、ここ前髪でしょ、ここそうじゃない部分じゃない。ようこそがやってほしい。ようこそ、ようこそ、ようこそ。オーダーは？オーダー聞くね、先にね。先にオーダー言うね。短めね。少ないか。結構短めね。おんま言うね。え？おんま言うね。おんまじゃないじゃん。おんま言うね。え、どう思う？結構切るね。まあ結構伸びてんもん、今。結構切るね。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、ちょっと任せます、じゃあ。普通さ、前髪さ、みんな切るときどうするかは知らないんだけど、私はいつもこう、前髪にしたいところを出して、あとは結んじゃう。任せてね。え、大丈夫？いくよ。大丈夫？え、これ下向いてるとさ、ちょっと短く仕上がる感じになっちゃうから、正面向いた方がいいのかな。ちょっと残すね、ここね。え、何をイメージした喋りなの？美容師さん。そのリップいい色だ。そのリップ。ちょっと最初、真ん中だけ切ってみちゃう。行くね。この間ね。ちょっと虫みたいで気持ち悪いね。ちょっと変なの。一個切るね。まっすぐ。おんまゆだよね。おんまゆじゃないよ。顔に来た。まだ全然ね。全然ね。バッチリいくね。次バッチリいく。やばい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 。どう？ちょっと見ね。短いね。何してるの？ちょっと待って。おんまゆになるかも。ねえ、やめて。ちょっと待って。ちょっと待って。何し
したの。いや、まだ眠いね。斜めじゃない。斜めじゃない。微調整をする。また縦に入れてくるの。横、最初横で、その後すくとか、そっち系じゃない。まっすぐ。あなた顔毛だらけだよ。そう、やっぱり、うん、まっすぐが分かんない。すごい心配なんだけど。どうだった。ここどうすんの。どうするの。え、変なアニメの子みたいなのちょっと。どうしよう。え、ここも切った方がよくない。普通に考えて、おかめちゃん、おかめちゃんってこの子、そっち系に。え、こんな切ったってこと。今そんなにも切ってないの。え、ここすごい短いんだけど、どうすればいいの。巻いたらだってもう女いるじゃん。え、普通、今のとこ普通でも切りすぎてるのかな。いつも結構しっかり切っちゃうの、こっち。そうだよね。こう、じゃこういう形違う。ちょっとじゃあごぼんごぼん、ごぼんごぼんごぼん、ハムストリングス。え、これをこう、こうしていくってこと。こっち見て、こっち見て、見ないで、うん、今変な顔した。ちょっと待って、まだ見ない。いい感じっちゃいい感じなんだよ。私の好きな感じになってはきてる。まっすぐな前髪嫌いだよね。え、好きだよ。え、まっすぐっていうか巻いてほしいけど、髪ってこんな簡単に切っていいもん。髪の毛って大事じゃん。こんななんか切っていいんだよね。前髪はすぐ伸びるから。何でもいいよね。何でもよくはない。ちょっと笑ってるじゃん。うん、ちょここだけ短いの。なんかちょっと何したの。でもここどうどうしよう。まだもいいかもしれない。いいね。いいよね。普通に。どう？なんかもうちょっとここはいけるかなって。なんか目の上だけ短いかなって。はい。M 字。なんていうの？軽く。ちょっとちょんちょんレベル？あのくらい。可愛くなったんじゃない？可愛くなった？前髪女子復活した。いい感じ？もう完成？これ？初めて。でもなんかこれ以上切っちゃうとなんかちょっと違う。違う生き物になる。難しかったな。これは何？なんだこれ？予防ある？他に。ついてほしいな。つく？そんな行くの？あ、じゃあ前髪止めて。いいの？いい。はい。完成。はい、ポッチの前髪が完成したようですので、こんな感じのまっすぐカットになりました。なんかこっちが嫌だな。なんかここが変。もうちょっとだね。お姉さんだけもうちょっと。こっちも切るの？いや、こっちだけ。ここの、ここが顔にけついてる。いい感じになったな。ちょっと変になっちゃったけど。変になっちゃったの。完成！完成しました。巻いてきた方がいい。そのいいですか。どう。まあいいんじゃないですか。何点。点数はまあ40点で。どうなのかな、わかんない。でもポッチはなんかあんまり客観的な目というものを持ってないので、どうですかね。え、これあれ、救いようがある40点、それとももう取り返しのつかない40点。いや、取り返しはつく感じ。つくー。まあいいでしょう。はい、いい感じだよ。なんかあのショムニのエスミマキコみたいな。何ショムニって。エスミマキコってこうやって前髪がこうやってなってる。ポッチまだそうなってるの。うん。そんな感じ。でも初めてにしては上出来なんじゃないですか。はい。じゃあこれからは日々切っていきたいと思います。もう大丈夫。
これからは私の役目ということでいいですか？はい、ということでポッチからお墨付きもいただいたので、これからポッチの髪は私みちこが切っていくことになりました。もう大丈夫です。ちょっと一回試しに切ってもらいたかったんですけど、次からポッチが自分でやるか。ん？まあ切ってくれてもいいけどね。ん？こんな感じで私の前髪は一体どうなのでしょうか。なんかポッチさ、前髪が結構まっすぐだからさ、もうここまで切っちゃったらこれ以上さ、こう伸ばしても伸びることないじゃん。びっくりした。でもこれからもよろしくお願いしますね。はい、ありがとう。はい、という感じで、はい、ポッチの前髪を切ってみようのコーナーでした。ポッチのね、前髪いい感じにカットできたんじゃないかなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さんもぜひお家で前髪を切ってみてはいかがでしょうか。せーの、バイバーイ。切ってあげる、切ってあげる。何、どこ切んの？前髪切ってみようかな。自分で？うん、こんぐらいで。うん、あ、いい感じだね。いい。OK。 OK。 OK。いい感じだった。でも私ちょっとパッツンマジでどう思う？やってみなよ、パッツン。やってみた方がいいよね。